12割でリバースが確か7って言ってましたよね僕が。新たなキューブの世界オリジナルラベル作成押してまえそれ見て これめっちゃ可愛いやん完了うわでかほんでおおえなになになにおおこれ貼ってみよう。あー面白い。いやいいよ全部に貼れるんだ。いけるやな。はいどうもヤミです。今日はですねちょっと変わった最新のキューブの紹介になります。はいそれがこちらになります。 P タッチキューブです。こちらですね実はですねこういったルービックキューブではありません。はい何かというとこんな感じでちょっと分かりにくいんですけどもこういう風な感じで、まあ簡単に言うとテプラですね。はいステッカーを印刷できるとステッカーだけじゃなくてなんかこんなねリボンにね印刷したりとか金色の文字でね印刷したりとか結構可愛い感じでできたりとか、結構ゴージャスな感じで、あこん なんかお店のコーヒーみたいなやつとかなんかこんな銀色のピカピカのシールに金色の文字とかねなんかこういう風な感じでかなり凝ったデザインもできるといった感じの、テプラになるんですけども、実はテプラとはちょっと違うんですね。はいテプラっていうのはキングジムさんっていうところが出してる、こういうステッカーを作る機械がテプラっていうんですけどもこちらはブラザーなので、テプラとは言わないそうです。まあ P タッチキューブですね。ブラザーのステッカー印刷機みたいな感じですね。はいで今日はなんでこれの紹介をするのかというとまあねあのお店に行った時もあのこのテプラが欲しいなと思って行ったんですけどもでお店でこういう感じで並んでたんですね。でパッと見てテプラと思ってあのシールのコーナー行ったらですねこれが置いてあってですねでこれが最新でめちゃめちゃいいということで置いてあったんですけどで名前がですね P タッチキューブということでキューブみたいな感じになってキューブってこれまた運命的な感じだなと思ってでしかも最新で一番いいやつということなので速攻ねこれを買うって決めました。はいでなんかこんな感じで金色でなんかピカピカでゴージャスなやつとかもできたりとかこれよりも一つ前のタイプがありましてでこっちのちょっと安い方になるんですけどもこっちはステッカーの幅が狭かったりだとか結構ねいろいろ最新の方よりもいろいろ制限があるという感じでしかもキューブだとねこんなコーナーカット機能とかねリバースコーナーカットとかあるんですけども実はこれオートカット機能好きなんです。はい。それはどうでもいいんですけど。で、この新しい方はオートカット機能付きなんですけど、古い方、ちょっと安い方の古いタイプの方はオートカットじゃなくてこう手動でカットしないといけないっていう、ちょっとあの新しいやつよりかは不便だっていうことで、やっぱりね、せっかく新しいのが出てるんで、新しい方を速攻で買ってきました。こんなリボンとか可愛いですよね。なんかね、誕生日プレゼントとかするときとか、相手の誕生日とか日付をここに入れてお名前とかね入れてプレゼントしたりとかしたらかなりおしゃれでいい感じのプレゼントとかねできそうですよね。こういう感じで、まあ、お子さんのねなんか名前とか鉛筆とかに貼ったりとか傘とかにも貼れるのでかなりいろいろな用途で使えますよね。こういう風に目印として貼ったりとかね。で今日はなんでこれを紹介するのかというと最近僕なんかこういう感じで自分のお気に入りのロゴにほとんどのキューブを貼り替えていってるんですけどもそうするとですね一度こっちを落としますね。はい最近とかね特にいろいろなキューブに貼っててロゴとかねまあこの辺はいいんですけど、まあ、ギーカーにも貼ってます。で、まあ、ミラーキューブの 2×2 とかこの辺も全部貼ってますね。はいそれで特に、こういうステッカーレスのやつとかもう全然何がないか分かんなくなってきてるんですよね。回したら分かるんですよ。まあ、この辺とかももう貼り替えるんで、この辺もまだ貼り替えてないけどどうせ、まあ、もうすぐ貼り替えようと思ってるんで貼り替えた後何が何だか分かんなくなっちゃうんで、これが 354MX、XS のステッカーレスと XS のステッカータイプと、はいでまあ、この辺にもいろいろあるんですけどもこの間紹介しましたが、ジェリーキューブにも貼ってます。めちゃくちゃね
似合ってて可愛いんですよこれ。 1×1 にまで貼ってますからねこれ。無駄に 2×2 にも貼ってます。で思ったんですよ僕、このなんだセリアとか、実はこれねセリアじゃなくてもダイソーでもね売ってました。全く同じこの台というかね、このキューブ入れというか、キューブ入れじゃないんですけども、この棚ですね、売ってました。こんな感じでダイソーにも売ってるんだなと思って、100均だからね多分大抵どこでも探せば売ってるんじゃないかなと思うんですけど、でこれのちょっとこれとかどけますけども、ここですね、ここのね長さを測ったんですよ、高さを。そしたらねちょうど6ミリだったんですよ。でここにあのテプラというかね、さっきのピータッチキューブでステッカーを作って、まあ、例えばこれだったらガン 356X なんですけども、ここにガン 356X でサイズと重さと、でこの間まで測ってたコーナーカットとリバースコーナーカットありますよね、何割とか、あれを、まあ、コーナーカット C 何割、リバースコーナーカット RC 何割みたいな感じで、この情報をですねペタッと全部のキューブのここに貼っていけばめちゃくちゃ分かりやすいんじゃないかなと思って、このピータッチキューブを買いました。なのでね今からちょっと使ったことないんですけど、ピータッチキューブ使ってステッカーを作ってねこの辺に貼っていきたいと思います。ちょっとね全部やるのは今日は大変なので、メインの棚というかね、せめてねここぐらいは全部貼ってやってみたいと思います。はい、どうやって作るかはちょっとわからないんですけども、なんかねスマホでデータを作ってピータッチキューブで印刷するだけみたいな感じみたいですね。ちょっとわからないんですけどもやってみたいと思います。はい、ということでね、さっきみたいな感じでこのピータッチキューブを使ってステッカーを作ってですね、何のキューブかを分かりやすくするためにこう下にラベルを貼っていくと、そういう風に使いたいなと思ってねこのピータッチキューブ買ってきました。はい、で、ちょうどお店にですね、このピータッチキューブの下にちょうど6ミリのテープが売ってたんですよ。ちょっとね2種類買ってみたんですけど、テープ自体の色が、白 でインクが黒と、まあサンプル的にこんな感じですよね。はい、これでちょうど6ミリなんで、あの棚のね幅にちょうど収まる感じで、出力されるという感じですね。でこっちは、まあ、使わないかもしれませんが、まあ、透明のシールに、インクが黒と、ちょっと透明はね表現しにくかったんだと思うんでこういう感じになってるんですけど、まあ結局透明のシールに黒のインクで文字を印刷できるというタイプですね。はい、おそらく今日はこっちは使わないんですけど、こっちの下地が白の黒インクでこれで作ってみたいと思います。はい、本当はねもっとおしゃれなね、なんかいろんなテープとかね買えばねもっとおしゃれなこといろいろできるんですけど、今日はとりあえずあそこの棚の幅に貼りたいだけなんで、それしかやらないんですけど、普段使う時もね結構ねいろいろ使えるんでおすすめだと思いますけどね、このテプラというか、テプラじゃないんですけどもピータッチキューブおすすめです。はい、それではねちょっとよくわからないんですけども、スマホで操作して作るらしいんでやっていきたいと思います。はい、はい、それではまず開封していきましょう。はい、結構ねずっしりしてて重たいです。これここからかな、まあまあ高かったんですけど結構ね小さいんですよ、コンパクトで。これだけですよ、これをこういう感じか。とりあえず本体を出しましょう。お、こんな感じのねサイズ感です。特に大きくもなくコンパクトでいい感じですね。でここで今何の、テープが入ってるかっていうのがすぐ分かるようになってるらしいです。ちょっと倒しとこう、危ないな。でなんかありますね、これなんだろう。お、ちょっとテプラとかね仕事場でちょっと使ったことぐらいしかないんでよく分かんないんですけど、これってテープがついてんのか。おー、24mm、 結構太いテープがおまけでついてるということですかね。ちょっとよくわかんない、なんか入ってますね、まあ、説明書とかなんか USB とか入ってますけど、お、なんかサンプル的なもの入ってますよ。これが USB、 何に使うんだろうか、充電とか。お、見てください、なんかサンプルでめちゃくちゃ綺麗な、こんなんができるんだね。ちょっと出してみましょう。すっごいピッカピカ。これだったらキューブのロゴとかこれで作れんじゃないのって感じするけど、どうなんでしょうか。キューブのねセンターキューブに合わせてカットしないといけないと思いますけど、すごいね、こんなんできるんだね。すごいピカピカ、銀色のなんだ下地のシールに白文字みたいな、こんなマットな感じもできるんだ。
なんかこうちょっと薄い感じのご結婚おめでとうございますみたいな感じで、こんなやつにも使えるんだね。お、これはすごい。ピカピカの金色に黒文字で印刷されてます。こんなことできるんだ。はい、ということでなんかね、こんないっぱいいろいろなことができる、テプラというかね、ピータッチキューブみたいなんですけども、最近の電化製品は本当すごいですよね。もうついていけないです。なんかいろいろついてますが、結局とりあえずね、アプリみたいなのをインストールして、それで操作しないといけないみたいなんで、やっていきたいと思います。ちょっと説明書読んでるんですけど、とりあえずこのね、このアプリ、これをインストールしないといけないみたいなんで、これをね読み込みましょう。お、来ましたね。 APP で開く。お、これですね。このアプリをインストールしろと。了解です。はい、できましたね。とちょっとこれを開く前に、先にこれを開封しましょう。一回開けてみます。よいしょ。おー、トライボックスさんのラップみたいになってる。よし、取れました。おー、ピカピカだ。ちょっとサラサラしててマットな感じ。でもここはツルツルした感じ。こっから出てくるのかな、多分。うん、すごく不安。全然使い方が分かんない。で、とりあえずちょっとね、使い方ね、勉強します。とりあえずね、わけわかんないんで嫁さん呼んできました。嫁もわからんからね、これ知らへんもん。とりあえず、ね、ピータッチキューブ。キューブっていいでしょ、なんか運命的な。キューブのために買いに、テプラを買いに行ったらキューブが売ってるっていうね。ただの資格好きやななんかもうよくわからないんだけど、とりあえず使い方がね、よくわかんないんですよ。僕ね、説明書読むの下手なんで、読む気ないみたいな開いて本の匂い嗅いで終わりやもんあ、でもなんかこれ充電するって言ってるけど、てかこのアダプターみたいなのあるけど、これアダプターとかなんか入ってなかった気がするねんけど。アダプター、あ、でもここは同行されていませんって書いてるマジか、すごいな。ということはあれやね、パソコンにつなぐしかないということか。で、さっきのこれでも、これさ、ここにやるんやったら、iPhone のやつとかでいけるんじゃね。絶対そうやね。 iPhone のやつここ挿して、で、これをこのピータッチキューブに挿せば、パソコンでやってください言うてんのやろ。言ってるけど、このアダプターじゃなくても絶対 USB だね、形は。そうやね、いけるような気がする。ちょっと無理かな、持ってこい。一回やってみようか。できるかもしれん。じゃあこの先っぽに iPhone のやつつけて、絶対つくのはつくと思うんだけど、それでいけるのかどうかっていう。絶対いけるよ、めっちゃ余ってる豚バラ。これですね、まあどこのご家庭にも多分今はあると思うんですけど。せーの。あ、こっちか。あるわ、あ、そのパターンこれで刺して、はい、うまい具合に延長コードここにあるんで、これ刺してこうして、はい、あっち刺してから充電入れるやで。 そうする。壊れたら嫌やな。大丈夫かな、刺してみよう。ここやんね、多分ここっていうか、もう絶対ここ。ここ刺して、あ、入ったで、いくよ。押し、なんかここ光る、押してみて。だって充電っていうか、で、ほれ、ボタンあったぜ、ほら、こっち。あ、電源押して、押して上見せて、押す前に見せてよ。押してみて。上で。ほら。お、ほんまや。ああ、すごいすごいすごい。あれ、もう充電できてますってこと、これ。今してますってことか。かな。で、これつなげたまんまやったら使用可能か。できそうな気がする。いけるな。このままなんかいろいろカセットつけたりとかして、うん、できるんちゃう。やってみよう。やってみようか。どれぐらいまで理解してんの。いや、うん、0% 全く分からない。設定は、スマホのアプリをインストールしただけで、うんうん、今の段階では全く分からへんって、うんうん、とりあえずなんかこういう感じで、うん、開けてカートリッジをセットしろと。開けてカートリッジを言うてたね。開けてカートリッジ何言ってんの、もう大丈夫。開けてカートリッジをセットして、うん、カセットカバーを左側に引っ張って開けます。もうどこはやりよ。え、ちょっと開けてよ。何やってよ、なんか怖いそう。